長野右平次昭和12年12月14日は日本の建築家、日本建築士会初代会長、辰野金吾の弟子として知られ、数々の銀行建築を残した、越後国高田生まれ。初期には和洋折衷衣装の奈良県庁舎等を設計し、評価を得た。明治30年日本銀行技師となり、辰野金吾工事顧問の指導家で大阪、京都、 小樽各支店等の明治期支店建築休件の設計管理に従事した。明治42年に本初のコンペとなる台湾総督府庁舎設計協議に当選した後、大正元年日銀を辞し台湾総督府職宅を一時、務めるとともに、大正二年自営の設計事務所を開設し、日銀岡山支店や大倉精神文化、研究所等の古典主義様式の建築を設計した。 また、大正6年には、日本建築士会所大会長となり、建築家の職能確立のために建築手法の制定を目指した。昭和2年日銀本店、おさむ増築のために、臨時建築部が設けられると、再び日銀技師長となり、本店おさむ増築、広島、松江各支店等の昭和基本支店建築4件を設計管理した。 昭和13年本店増築工事竣工を目前に、下、昭和12年暮れに死去した。長野右平寺が手掛けた、戦前の日銀本支店建築は、大正12年関東大震災で被災した本店本館を、恩師立野の設計通りに修理保存したのを含めると、明治時代のものが4件、大正時代のものが1件、昭和時代のものが3件、計8件が現存する。 また、日銀以外の銀行建築も、明治、昭和の前後2回の日銀時代、及び対象年間の設計事務所時代を通じて、設計しており、現存するものもある。長野右平次、ありがとうございます。